はい、こんばんは、FM ルーシンドーです。大丈夫ね。音声大丈夫ね。はい。一応音声チェックしてからね、始めるって前回言ったんで、音声チェックしてから始めたいと思います。で、9月の27日の時、あ、ごめんなさい。もうちょっと大きいですね。ちょっと、字をちっちゃくして、はい、こんな感じで。で、9月の27日に、にアップした動画で、僕はね、やばいものを食べてしまったって話したじゃないですか。お蕎麦に入れる天かすがね、もうその古い天かすを使ってしまって、完全にその酸化してしまったね、天かす食べてしまったって話なんですけど、その後どうなったんですかっていうね、質問来たので、その後の話をしたいと思います。結構ね、僕、胃が強いのか弱いのか分かんないんですけど、その時はね、全然大丈夫だったんですよ。全然って言うと変だな。ちょっとね、お腹の調子ちょっと悪くなったんですけど、次の日ね、じゃあ、お蕎麦食べた次の日どうなったかっていうと、あ、でも今でも思い出すと、ちょっと気分悪くなりますね。泥のようなね、結局、泥を食べてるような、その匂いと味がずっと残っちゃってたって話したじゃないですか。胃の中に残っちゃってて、だからなんかゲップが出るたびに、泥のような匂いとその味がこうむせくり返ってくるみたいな、それで吐き気がしちゃうみたいな感じっていうのはあったんですけど、でそれ次の日どうなったかっていうと、まず僕がやったことは、水をね、いっぱい飲んで、なるべくその、帳消しにさせる天かすの量を全体からすると少なめにするってことで、じゃあちょっとご飯をいつもよりちょっと多めに食べたりとか、水分をいっぱい取ったりとかして、その、天かすのパーセンテージを減らす努力をしました。で、次の日ね、やっぱお腹痛かったんですよ。お腹痛くて、でね、どういう痛みかっていうとね、軽くですよ、軽くお腹パンチされているような状態がずっと続いてるみたいな、そんな感じでしたね。でね、これがね、地味に嫌なんですよ。なんかめちゃくちゃこう激痛とかね、すごい痛いとか、その一日中下痢になってすごい痛い、キリキリするとかじゃなくて、ちっちゃいパンチをこうやってずっとやられてるような感じなんですよね。だからこう逆に気になるみたいな、わかります？逆に気になるみたいな感じだったんですよね。まあだからそれ以後はね、もういや、もうなんか嫌になっちゃってね、天かすは今ね家に置いてないです置いてない。まあ、また気が向いたら天かす食べることもあるかもしれないですけど。でね、この前回の動画で、総視聴数20万回超えましたっていう動画上げてるじゃないですか。この前回の動画が1週間ぶりの更新なんですよね、動画の更新が。でもう本当に忙しくて今ちょっと風邪ひいちゃったんですよ。3日ぐらい前と、おとといか、3日前とか2日前なんかはもうね、すごい忙しくて、夜家に帰ってくるのが、夜の11時半頃とかね、そんぐらいの時間になってしまって、その前の週もすごい忙しくて、で、もうほんと、ちょっと、遠くの方までね、行ったりとか、そういうちょっと、ちょっと、いろいろな、忙しさが重なってきてしまっていて、で今月末に向けて、エコダユニバースっていうアートイベントの企画やってるんですけれどもね、それはもう完全にそのボランティアみたいな感じで やってまして、別にお金はもらえないんですけども、ほとんどもう8年ぐらい続けてるんで、そのお金がもらえるもらえないにかかわらず、もう仕事みたいな、ね、感じで、僕の使命だみたいな感じで、やってるんですけれども、もうその主催する会場がですね、東京なんですよね。だから片道2時間とか、電車の乗り換えの、タイミングとかによっては2時間半ぐらいかかるんですよ。片道でですよ。で、それも、まあ私普段仕事しますから、仕事終わった後行って、で、帰ってくんと、もう夜の11時半とか、もうそういう時間で、
で家帰ってからもそのアート関係のねことで事務作業があったりとかいろいろメールが来てるから返さなきゃいけないとかね、そういう感じで、まあもうほとんど休みもないですし、まあそうなると動画が結構撮れないんですよね。で本当にちょっと今大風邪をひいてしまって、昨日なんかもう動画撮れるような状況じゃなかったんですけど、もう寒気はするわ、頭痛、寒気、頭痛で食欲は出ない、あと喉ですね。今まだ僕今喉本調子じゃないんで、ちょっとこの喋り声で伝わると思うんですけども、喉もずっと痛くてね、で腫れちゃってるからね、飲み込むのも痛いんですよ。なんか水とかも飲むと喉痛いみたいな感じで、で薬もね飲んで、あと薬の喉飴も飲んでね、飲むんじゃない、喉飴も舐めて、でそんな感じで昨日は寝込んでたんですけれども、やっぱり人間ね、だいたい夜寝てね、だいたい6時間睡眠、6時間の人もいるし8時間の人もいるけれども、だいたい1日8時間僕はね平均8時間寝るんですけど、だいたいそれでも1日の3分の1ぐらいは睡眠時間になってるわけじゃないですか。で風邪で寝込んでんとね、すごい罪悪感を感じるんですよ。夜も寝てたのに昼間も寝るのかと、自分に対してすごくその罪悪感を感じて、まあもうなんか気持ち的にも落ち込むんですよね、それでね。でなんだろう、もちろんねその風邪のままいろいろ仕事しても周りの方に移しちゃったりとかね、結局仕事になんないから、やっぱり風邪ひいたら速やかに休んで速やかに治す、もうなるべく短期間で治した方が効率はいいんですよ。だから理屈で言うと休まなきゃダメっていうのは分かるし分かってるんですけど、やっぱりね寝込んでんとね、やっぱ人間気持ちが塞ぐんですね。ちょっと悪いことをマイナス思考になるんですよね、人間ね。その体調を崩してんと、だからもうその寝込んでる自分に対してもね罪悪感みたいなのを感じて、また落ちるみたいな感じでねなりましたね。でもあれですよね、風邪って大怪我とかね、大病した命に関わるようなね、その大怪我するとか大病患うとか以外のね、日常的にある病気の中でやっぱ一番その心細くなったりしますよね。昨日も僕寝込んでてね、もう寝てたんですけど、やっぱもう不安になりますよねもう別にどうしようもないんですけどね、どうしようもない、もうだからなるべく短期間で治すしかしょうがないんで、もうどうしようもないんですけどね、やっぱ心細くなりますねあれってね。で僕あんまり普段ほとんど風邪ひくことなくて、基本的にはね健康な状態に過ごしてるんで、まあそういう人がね風邪ひいて寝込んでてね、けほ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 やってね、でやってるとね、もう本当ね昨日はちょっと気分落ちてましたね。今日ちょっとだから少しね、もう今日は仕事入ってたんで、僕も仕事行かなきゃいけなかったんで、ずっとね出ずっぱりだったんですけどね、もうさっき帰ってきて今ちょっと撮ってるところです。まあ僕が YouTube 撮ってるってことは少し持ち直してきてるってことなんですけど、まあ今ちょっと話してても喉痛いし、ちょっと鼻も出てたりするので、またね調子のいい時に元気な内容で動画上げたいなと思ってるんですけども、 YouTube もね YouTube でやっぱりね、根が真面目なのかね僕ね、わかんないけどね、やっぱやらないとやらないでね、後ろめたい気持ちになるんですよだからね1週間ぐらい開けんとね、もうそろそろ撮らないとまずいなっていう感じはありますよね。やっぱ自分の中でそうやって継続してるものが途切れてしまうと、やっぱりねなんかサボってるような感覚なんですよ。サボってはいないんですよ。もう毎日仕事だし、
もう僕逆に休みがないぐらいなんですけど、その中であのさらに YouTube もやってるわけだから、別に全然その日常的にサボってるわけじゃないんですけど、まあ、忙しいから YouTube できないっていうことなんですけど、 YouTube やらないとなんかサボってる感がね出ちゃうんですよね。だからもちろんね、視聴者の皆さんは YouTube でしかつながってない、僕とねつながってないって方もいると思うんで、そういう方がからすると、あ1週間何やってたんだろうっていうふうに思われるっていうのはね当然なので、やっぱそこを考えるとね、やっぱちょっと1週1ぐらいではね動画上げていかないとみたいなのは思いますよね。まあちょっと皆さんも風邪には風には十分気をつけて、お過ごしください。まあ特にもう最近ねだいぶ寒くなってきてますので、風邪には十分お気をつけください。はい、じゃあ失礼いたします。あ、映ってないですよね。映ってないよね、風ね。咳しちゃったけど。